どうも皆さんこんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。このガズレレ YouTube チャンネルはどんな方でもあっという間にこのちっちゃいウクレレがどんどん弾けるようになっちゃうよということで、日々簡単なレッスン動画公開してます。今日もやっていきますよ。さあ本日は G ラボのガズモデル10周年記念モデルと、はい、シンプル簡単バージョンでこの初めてウクレレ使ってやっていこうと思います。この初めてウクレレ Amazon で即ゲットできますからね、ぜひご覧になってください。ホームページとかに出てます。はい、それでは今日のレッスン入っていきましょう。今日はですね、もう一番日本で熱い曲と言っても過言ではないと思います。こちらの曲です。ドーン、ビーズのウルトラソウル、イエーイ。これをウクレレ、このちっちゃい一本であの壮大な曲をやっていこうと思います。この曲もちろんですね、こんな有名な曲ですからガズレレ YouTube チャンネルで過去に一回取り上げています。2018年にやってたので、8、9、10、11、12、13、6年くらい前、5、6年前になりますね。今見るとですね、もう一歩なんですよね。やっぱりもう一回やろうということで、2023年改訂版としてさらに分かりやすく、さらにかっこよく、さらに簡単になって再登場です。全開で歌っていきましょう。これめっちゃ熱いですからね。いつものように2バージョン。最初のバージョンは初心者の方でもなれば簡単にできるようにしているガズレレ超シンプル簡単バージョンをゆっくりやります。これね、最初の簡単バージョンからワンブロックコード4つ出てくるんですけど、これはやらないとね、この曲はなんかね、テンション上がらないんで、ちょっとね、1、2、3、4、ワンブロックコード4つ出てきますが、ゆっくりやって大丈夫だと思います。やってみてください。初心者の方もできるようになってます。後半はかっこいいバージョン。こっちはですね、妥協一切なしの、まあもう本当にね、原曲にかなり近いですよ。このリズム感、ガーンとくる感じ、表現していきます。2バージョン、最後までぜひともご覧になってください。さあ皆さん、音楽を始めましょう。音楽って聞くのも最高だけど、やる方がもっと最高。今ご覧いただいているガズレレ YouTube チャンネルでは、私音楽きっと無理、私不器用だからね、無理だと思いますみたいな方もですね、あっという間にすぐにできるようになります。やってみたいなと思った方、概要欄に、ガズレレで始めるウクレレのスタートできるね、URL 貼っとくんで、動画を見ながらどんどん練習していきましょう。そしてこのガズレレ YouTube チャンネルは、今まで取り上げてきたレッスン課題曲2000曲ぐらいあるんです。どうせ練習するなら皆さん好きな曲がいいと思います。ですから皆さんのやってみたい曲、大好きな曲、スペースガズレレというような感じで、ガズレレの YouTube で検索してもらう、 YouTube の検索窓に入れてもらうのがいいと思います。ぜひ探していろいろな曲で練習していきましょう。さあレッスン入っていきましょう。2023年でモリモリパワーアップしたビーズのウルトラソウル、まずは初心者さん向け超シンプル簡単バージョン、ゆっくりとやってみる。 1,2,3,4 ウルトラソウル、ウルトラソウル、そして輝くウルトラソウル。 Hey! Down, 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 down. キーボード質ぼに遊ばれて鍛えるか出る。あれもこれも今こそ胸を張りましょう。祝福が欲しいのなら喜びを知り、バッとばらまけ本当だらけ。あれもこれもそのまただ中暴れてやりましょう。そして羽ばたくウルトラソウル。 Hey! Yeah!
違う違う、ビーズのウルトラソウルやってみた、かっこいいっていうか熱いですね、ウルトラソウル、ヘイ、あそこみんなで言いたい。はい、このねパワフルな曲をウクレレ一本で弾くっつう、このギャップが素晴らしいと思います。ぜひ皆さん大声で熱唱しましょう。はい、そして今聴いていただいてもちろん分かったと思うんですけど、ガゼレレオリジナルウクレレ練習用ショートカットオリジナルアレンジバージョンでございます。1番をやったらもうブリッジパートをやってラストのバースに行くということで、まずこのガゼレレバージョンを練習してください。これね、慣れてきたらその後ですね、1番のコード進行を書いてもらって2番の歌詞を書き加えるとフルコーラスでできるようになってますんで、まずはねこの基本を押さえたガゼレレバージョンで練習してください。ガゼレレの動画には歌詞とコードが出てますから、それの動画に合わせて一緒にウクレレで合わせて練習していただいてですね、1個目のゴール設定としてはガズさんの簡単バージョンと一緒に弾いて歌えるようになったらすごいと思いますよ。これとは言ったって稲葉さんの歌とか強烈ですからね皆さん。はい、一緒に合わせて練習してみてください。一緒にできるようになったという方おめでとうございます。できるようになったら次のステップ行きましょう。今度は何をやるかというと、今度はですねガズレレ YouTube を一切見ずに皆さん一人だけで歌ってリズムを生み出して音楽を生み出す、これをやってほしいなと思うんですけど、最初からコードと歌詞を丸暗記するのはやっぱりちょっと大変でしょうから、まずは楽譜を見ながら何回も何回もやって、もう100回も200回も練習して、いずれ覚えちゃって大空に向かってウルトラソウル歌いたい、覚えちゃって歌いたい、これがまあ最終目的だと思うんですけど、楽譜練習をまずしていきましょう。でも楽譜ってどこにあんのというふうに思うかもしれませんけど、安心してください。今のね、ウルトラソウルとガズレレの演奏はこのガズさんの手書きノートを見てですね、プレイしていきました。はい、で、こんな感じで書いておりますが、これねもうちょっとしたら大きく写して、みんなもこんな風に書いてみたらいいじゃん、シェアするぜってことでするんですけれども、今とっても便利なサービス、これが始まってます、ガズクラブ。このガズクラブっていうのは一体何かというと、毎月660円のクラブ活動費を頂戴しまして、今日取り上げたビーズのウルトラソウルを含むガズが手書きで書きまくってきたもう膨大な山のような楽譜の中から毎月5曲お選びいただいて、この曲いいな、この曲やってみたいみたいな感じで選んでいただいて、即座にお手元にデジタルデータとしてダウンロードしてすぐに練習入っていけるよという画期的なサービスなんです。そしてですね、このガズクラブは楽譜のダウンロード以外にもですね、いろんなコンテンツがあります。毎月2回、全世界中のこのガズクラブメンバーが集まってワイワイセッション、課題曲を決めてもうめっちゃ盛り上がります。大セッション大会ガズオンを開催しております。毎月2回ですよ。はい、それにね、ガズクラブメンバーの方だけが使えるアプリがあったりとかしてですね、みんなの演奏動画アップロードできる非公開のページがあったりとか、なかなか盛り上がったです。メンバーのコラムも、スタッフガズレレ G ラボスタッフのコラムなんかも楽しめるんで、そんなもんは盛りだくさんです。それちょっとねこのガズクラブとはまた違うんですけど、このガズレレ大学っつうのもやってるんですよ。こっちは大学ですからお勉強ですよ。毎週2回によるライブ配信、これは YouTube メンバーシッププログラムというのを利用してまして、 YouTube はパソコンで見る人、ここに、下にメンバーになるというボタンがあると思うんですけど、それから入れます。こっちは毎月590円で毎週2回、45分のライブ配信、テーマを決めてものすごくマニアックに分かりやすくチャットでもやり取りしながら濃厚にやってます。ぜひこれチェックしてみてください。概要欄に貼っておきますよ。そしてあと毎朝4時半からガズラジやってます。スタンド FM というアプリでもやってるんですけれども、最近ではですねガズラジ YouTube という YouTube チャンネルも立ち上げましてですね、まあ同時公開してるということで、毎朝4時半から365人とってもいい話をしてますんで、ぜひ聞いてください。無料で聞けるラジオアプリになってます。今ご紹介したこの3つのコンテンツ、概要欄に URL など貼ってますんで、ぜひ見てみてください。それじゃあ楽譜を見ていきましょう。2023年改訂版のウルトラソウルビーズでございます。パワフルだよ。はい、これイントロなんですけど、ちょっとスペースがない関係で、ここのイントロのところはこうワンブロックちっちゃくなってますからね。ここがワンブロック4つです。Am, E7, Am, G7, C, C。 はい、ここなんとなく分かっていただけると思います。ちょっとちっちゃいんで見づらいですけどね。でここのコードの下に1個コードがここに書いてあるのは、かっこいいバージョンではこのコードを使っていきますということですんでね、引き分けがありますんでね、はい、かっこいいバージョンではしっかり解説していきます。はい、ここもかっこいいバージョンはこれ簡単バージョンでもねできるかなと思ったんですけど、ひとまずね、なるべく簡単にしようということで、ここは簡単にしてますけど、かっこいいバージョンは Am, 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 G7 というふうに、ここもちょっと分けていこうと思います。はい、そんな感じで下に書いてあるのはかっこいいバージョンということをイメージしておくといいと思います。こんな風に画面に映しておくので、皆さんお時間ある方は一時停止して、ノートなどにメモ書きしてください。それと今紹介させてもらったガズクラブでこのノートのデジタルデータダウンロードしてもらうのも今日もめちゃくちゃ役立ちます。ガズのノートの特徴はこの見てください、点が書いてある、これ、はい、
これはリズムが分かるようになってます。せーの、どれだけ頑張りゃいい、うん、誰かのためなの、おこんな感じ。この V が休符で点はリズムのとこですね。あとは歌詞カードには出てこないこの伸ばすところが、これがめちゃくちゃ役立ちます。そんな感じでガズのノートにはね、めちゃくちゃ有効なね情報盛りだくさんなんでね、ぜひガズクラブ入っていただいて、この手書きノートも、活用してください。お時間ある方はこの通りに書くといいと思います。はい、いいですか。まず B メロみたいなところからね、一時停止で、はい、じゃあここサビ、サビから間奏ぐらいまでいけるか、ブリッジまでいけるか、はい。で本来はここから2番が始まっていくんですけど、ここも間奏をやって、ここブリッジパートですね、キーボーと失望にっていうところですね。ここがもう何とも言えないね、なんかビーズっぽいね、ちょっと可愛らしい雰囲気のメロディーがきますね。あ、それでちょっとここ言っとかなきゃいけないな。あの、ここね、決めがあるんですよ、ここ。たたたた。今演奏聞いてもらって分かったと思うんですけど、E7 で、んたたたたっていう感じ。これ、言葉に合ってんですよね。めない、めまい、めない、めまい。はい、ここ、すぐ分かると思います。はい。たたたた。ちょっとやってみてください。デモ演奏を参考に。かっこいいバージョンではここで、しかもコードが変わるというね、ここもかっこいいですからね。はい。ここもコード変わってますね。で、サビの、ここ、そして、輝く、ウルトラソウル、ここで Em7 で一回止まって、そして、ここ、ダダダダダーですね。ウルトラソウル弾いていく、決めですね。これもシンプル簡単バージョン、簡単バージョンでできると思います。かっこいいバージョンはさらにここカッティング入れてね、決めていきますけどね。で、ここ間奏をやって、で、ここブリッジになりますね。ブリッジをやって、はい、ここもまた同じです。E7 の決め、2ブロック分、ダダッタダッタダッタダ、聞いてもらったらわかると思います。Do it で、ユニゾンなんでね。はい。ここかっこいいバージョンではコード、こっちと同じでコードをね、使って決めていきます。で、ここ、ラストのね、もうサビにここ来ますよ、という。ここはもう畳みかけるね、最後にね、もうモリモリいっちゃうよってやつですね。で、ここだけ伸ばすんで、要注意でございます。はい、こんな感じが、ガズレレ、簡単アレンジ、ショートカットアレンジバージョンになってますと。で、今日ここまで来ちゃったんで、もうね、コード出すのがもうギチギチになっちゃって。今のシンプル簡単、この赤いのはね、かっこいいバージョンで出てくるコードなんで、今出てきたのはこれ、言っていきます。ちょっとちっちゃいです、今日。C と Am と F と Dm、G7、E7、Em7、D7 ですね。今日はだから、1、2、3、4、5、6、7、8個のコードで、今のシンプル簡単バージョン、B's のウルトラソウルできました、ということになってます。今映ってるこのね、C とか Am と、これはね、今映ってるコードはめちゃくちゃガズレレではもう入門コードの簡単コードのこのグループです。はい、これガズレレ必須コードです。このガズレレ必須コードというのは一体何かというと、このちっちゃいクレレで音楽始めようと思っている方に一番最初に覚えてもらいたい10個の入門コード、10個もあんのと思うかもしれないんですけど、1個ずつ見たら入門コードなんで超簡単なんだけど、いっぺんにドンと10個覚えようと思ったら押さえる場所とコードの名前とかごちゃごちゃになりますね。そこで私が皆さんの頭にスースー覚えられちゃめちゃめちゃいい動画を撮ってます。概要欄に貼っておくんでガズレレ必須コード覚えてください。それではかっこいいバージョンの解説にここから入っていこうと思いますが、その前に、やっぱりこれ歌ですね。稲葉さんのこの歌声っていうのはね、すごい伸びというか、なんて素晴らしいですよね。この感じをちょっとやっぱね、出せるように、やっぱ聞き込んで、メロディーは簡単じゃないですからね、雰囲気持ってですね、やっぱりあの雰囲気がやっぱりね、いいんですよ。思わずもうね、あんな風にしたいなという願いが、演奏に入っちゃうんですけどですね、なんかイメージをつかんで、まあ、聞き込みがやっぱ大事になると思いますね。はい。歌しっかりマスターしてかっこいいバージョンにトライしていきましょう。かっこいいバージョンではコード1個追加。B7 です。これはね、いい響き。1個だけ追加なんですけど、こことこことここです。こんな感じですね。はい。これ、響きがこんな感じなんですけど、これだけ見ると、そんな難しくないような感じがすると思うけど、曲の中に入ると難しいんですよね。例えばこの曲の場合、C から B7、イントロでいきなり出てくるんですけど、C 弾いといてから B7 行くときに、ここ C でしょ。一回指が全部離れてふわっと空中遊泳するようなイメージになるんですよ。なんでネックが下がるみたいなイメージ持つ人がいるかもしれないんで、ガズの場合もここにねネックを乗っけちゃってるんですよ、ね、C を弾いといてこうやってさっとこうスライドさせるみたいな感じとか、いろいろちょっと皆さんお試しください。あとストラップをこうキュッとこう高めに持って、やってみるとか。 B7 これがね今日はいい味を出してくれるコードなんです。 B7 はい、もう一個押さえ方って同じ B7 ですけど、人差し指全部押さえてこの3弦の3フレット、これでもいいですよ。これも B7 ということで、どっちも同じB7 です。こっちの方が簡単かなと思う。どちら選んでくださいという感じでございます。さあさあ、そして今日出てくるリズムですね。今日は迷うところでですね、これね、そのCD の音源とライブバージョンもちょっと雰囲気違うんですよ。なので今回はですね、ちょっと2023年改訂版ということで、リズムかなりパワーアップしてます。今日出てくるリズムはこれです。8ビートのチャと
16ビートのちょっとカッティング、これが混ざったリズムになっております。はい、この今映ってるリズムの解説は概要欄に貼ってあるウクレレでできるリズムのいろいろという URL の先にですね、動画でめちゃくちゃわかりやすく解説してますんで、もしやったことないリズムでどうなってるのってわかんない方は、初心者プログラムにも続いてますけど、そのリズム練習ぜひやってみてください。で、どんな風なリズムかというと、基本的にはですね、やっぱり16ビートっぽいんですよね。これ EDM というかドラムっぽい、あの CD を聞くと結構ドンツクドンツクドンツクっていう要素もあるんですよ。でライブバージョンだとすごいロックっぽいアレンジになってるんで、これ迷うところなんですけど、ちょっと今回ガゼレルのアレンジだとざっくり言うと、A メロと B メロは8ビートのチャ、それ以外は基本的に16ビートのチャというような感じでいこうと思います。で、キメがいっぱい入ってくるんですけど、その時はカッティングがジョコジョコ出てくる、ジョコジョコ出てくるよということで、まずイントロちょっとやってみましょう。まずウルトラソウル、このちょっとね、オリジナルアレンジでアカペラでウルトラソウルを言った後にいきます。せーの、でこれがイントロです。これね、16ビートの茶は16ビートの茶なんですけど、かなり、早いんですよね。手首をしなやかに。流れるように。これ肘で弾いてたらもう一曲持ちませんよ。ここ疲れちゃって。手首で。ガズさんも全然力入ってない。気持ちがいいよ。さわさわさわ。もうほうきで吐くように。これ16ビートのチャ。これがね、簡単そうに見えるんですけどね、やってみると皆さん難しいですよね。これ16ビートのチャはね、もういろんなこんな動画で研究してますんで、ぜひこの動画見るとすごいいいかもしれない。概要欄に貼っておきますけど、16ビートのチャはすごくいい感じになる方法、7つの方法みたいなのちょっとね、参考にしてもらうといいかもしれません。とにかく手首を柔らかく使ってガチャガチャ感じさせない、このスピード感と迫力。この感じ出せるといいんですけど、難しかったら最初8ビートでもいいと思いますよ。8ビートだとでんて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 ん、これが8ビートのチャですね。はい、なんでこれ難しかったら8ビートでもいいんですけど、より16ビートの方がやっぱり原曲に近いかなというふうに思います。で、このイントロの最後に、この E7 のところタッタッタッタって書いてあるんですけど、これできればカッティング、これ左手で音を止めてるんですよね。これカッティングって言います。これで今一瞬パッ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 って止まってるんですが、これやらないと、やると一瞬だけど止まってるでしょ。こういうのを決めって言うんですけど、こういうのもちょっとイントロの最後に今入れてみました。はい、それで A メロと B メロは8ビートのチャ。ここはね、結構こう一回落とす感じで、どれだけ頑張ったらいい、ここは一回 G7 も入る、ワンブロックコード4つになります。誰かのためなの、はい、ここはね、気持ちよく弾いてください。8ビートのチャはね、16ビートから8ビートのチャに変わると結構気持ちがいいですから、ドライブ感がね、またね。で、結末ばかりに気を取られ B メロ行くんですけど、この最後、この時を頼のし、めない、めまい、ここ決めが入ります。ここちょっとやってみますね。この時を楽しめない、めない。はい。今の、この時を楽しで、一回止まります。そして、一回、チャを入れて、FE7 です。ちょっとめちゃゆっくりね。この時を楽しめない、めまい。はい。もう一回。この時を楽しめない、めまい、うん、有名じゃないと入っていきます。ここ、どんちこ、どんちこ、うん、FE ですね。これもカッティング、左手で止めるとスムースかもしれない。右手でもいけるかな。この時を楽しめない、めまい。あ、右手でもいけるね。で、ここ。はい、ちょっとバチャバチャするけど。でもいいと思いますよ。はい、寝ない、めまい、はい、ここが書く。で、サビに行く。サビはまたイントロと同じように16ビートのチャで、夢じゃないあれもこれも行きましょう。ここはもう気持ちいいよ。スカーッとこう全開でですね、もう突き抜けるフルソロットで行きたいやつです。とは言っても16ビートガチャガチャになっちゃダメよ。そんでもこう迫力はあるんだけど、しなやかにね、
この鞭でパシーンみたいな、この、なんつうのかな、シナリング、うねりみたいなのが出るとすごくいいと思いますね。はい。で、コードも B7 に変わってきて、ということなんですけど、この、サビの一番最後、そして輝くウルトラソウル、ここまで行きましょうか。せーの、はい。そして輝くウルトラソウル。へい。今のところちょっと忙しかったけど、そして、ダダダ。Em7 でダダで止まります。その後、ウルトラソウル。へい。左手見たカッティング。はい。ここはカッティングでビチッと止めましょう。ちょっと、祝福、サビの後半の祝福からいきましょう。祝福が欲しいのなら、悲しみを知り、一人で泣きましょう。そして輝く、ウルトラソウル。へい。ってな感じです。ここの Em7 でダダって止まるところが、かっこいいですよね。その後 Am でダッ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 ダン。イエーイ。これは来てますね。はい。で、間奏に入っていく。間奏も同じ、イントロと同じ16ビートでいって。で、ブリッジパートのキーボード、失望に遊ばれてるところも、そのまま疾走感満載の16ビートのチャでいくんですけど、この後、Do it, d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 o it. この2ブロック分 E7 の決め。これをちょっと、やってみましょうか。ブリッジパート全部やってみましょう。せーの。キーボード失望に遊ばれて、鍛えるかれるここ。さっきの一番 で、一番の B メロ出てきた、めない、めまいと一緒ですね、基本的には。ただ、倍になってます。鍛え抜れる、カッティングでもいいし、右手でバシッと止めてもいいです。はい。これはですね、結構いけると思うな。鍛え抜れる、もう一回ゆっくりやると、このつくっていうのが入るとチャですね。これはチャカパンパンみたいな、チャカパンパン FE7 だから左手ちょっと忙しいけど、こんな感じですね。ここはだ言葉と一緒なんで、思ったよりはこれ聞くよりやる方がもしかしたら分かりやすいかもしれないなと。はい。で、あとはですね、もう繰り返しになります。なんで解説としてはこれで終わりですね。パターンとしては今の解説全部終わりなんですけど、やっぱりね、これリズムキープ途中でこの後さ、夢じゃないって伸ばすとこも出てきたりするじゃないですか。そうするとそこでね、こう油断してまたリズムが速くなっちゃったり、よりリズムの一貫性がやっぱね、勢いとしては欲しいですからね。はい。なんでこの辺はちょっとね、リズムキープは結構意識した方がいいかなと思います。そして A メロはですね、やっぱりちょっとレベルを下げるというか、ちょっとおとなしめになった方が曲の中のこのうねりが表現されていいんじゃないかなというふうに思うんですね。で、やっぱり肝心なのはやっぱこの歌声、やっぱ稲葉さん独特の歌詞の雰囲気とかメロディーラインとか、これはね、やっぱもう、さっきも言いましたけど、まあ聞き込んで、なんか雰囲気を掴んでいく。ちゃんと音程通りとかそういうんじゃなくて、ムードがやっぱり気持ちがいいんで、こうなんか、うねりがあるんですよね、歌の中に。そういうのもこの、演奏の中に入ってくると。素晴らしいと思います。そして、やっぱりその、僕もそうだったんですけど、この曲をやるにあたって、ビーズさんの、ミュージックビデオだとか、ライブ映像とかいろいろ見てですね、スケール感ですよね。で、この歌詞の内容の厚さ。いや、歌詞もすごいですよ。結末ばかりに気を取られ、この時を楽しめないっていう歌詞がやっぱり、今この瞬間を、見つけよう。今この瞬間にフォーカスする。これはね、ガゼルでもいつも言ってるんですけど、弾き語りこそこの今この瞬間は味わえる最高のコンテンツだと思ってる。そういうのはね、このやっぱ歌詞表現されてすごいな、やっぱこう胸にグッとこう来るものがあるなと。やっぱ歌の中身を感じながら歌う、これ忘れちゃいけません。さあ、そんな熱量たっぷりでやっていきましょう。ビーズのウルトラソウルガゼル流かっこいいバージョン、やってみる !1、2、3、4、ウルトラソウル。Earth or soul. Bam, 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 bam,
ましょう。そして輝く受け取ったそう。 Hey now そして羽ばたくウッドラソウ Hey! Yeah! せーの、ビーズのウルトラソウルガズレレ流かっこいいバージョン、やばい、かっこいいっていうか、もう、テンションが上がりますね。もうそんな感じです。なんかワイルドで、もうスケールでっかくいきましょう。これはね、気持ちがいい。ぜひ皆さんトライしてみてください。ガズレレではいろんなことやってるんですけど、ガズピアノっつうのやってるんです。知ってましたか？鍵盤楽器もガズレレスタイルでどんな方でもすぐ弾けちゃう革新的な、YouTube チャンネルがあるんですよ。これガズピアノでね、 YouTube 検索すると出てきます。本が出てますから、リットミュージックさんから出てますよ。ぜひ皆さんこれ覚えておいてください。検索して、今楽器さんとか本屋さんにも売ってると思います。そしてガズレレではですね、ガズレシピというアプリがあってですね、アプリスマホとかタブレットに皆さん入れておいてください。入ってそこで何ができるかというと、楽譜が見られます。無料の楽譜もあるんですけど、有料の楽譜がもう山ほどあって、もう何百曲もそこで、要はこうスクロール、自動スクロール機能とかメトロノーム機能とかってなかなかすごいいいことになってますんで、ぜひアプリ入れるだけでもまず入れてみてください。そしてそれのね、書籍版も出てますからね、これ本にもなってるんですよ。 Amazon などで販売中。ガズレシピ書籍版もぜひチェックよろしくお願いします。あと、いつもでガズが使ってる G ラボウクレレについているこの水引きだとか、はい、このストラップだとかキャップだとかね、 T シャツとかいろんなグッズあります。このグッズページ、ホームページに載ってますので、ね、いろんなグッズも探してみてください。そんな感じで、あっちからこっちから、もうめちゃくちゃもう楽しく音楽やろうぜということで、盛り上がって盛り上げていっております。ぜひ皆さん、楽しく音楽していきましょう。さあ、本日はレッスン動画をご覧いただきましてありがとうございました。またお会いしましょう。それではね、バイバイ。